すいません、読売新聞深澤です。その衆院選に向けた野党、他の野党との連携についてお伺いします。野田新代表、立憲民主党の野田新代表が、その政治資金の問題を争点化することを、明確にする目的だと思いますが、いわゆる裏金疑惑のあった議員の選挙区に対して野党の連携などについて言及されておりますけれども、このアイデアを含めてですね、野党の中での連携どのようにあるべきかということを改めてお伺いできますでしょうか。これは馬場代表と野田新代表とって話をすることになるんだと思います。ただその野田代表がおっしゃってる、その裏金議員のところは一本化で勝負かけているというのは、僕は一定合理的だというの合理性はあるなというふうに思っています。筋通ってるんじゃないかなというふうに思います。全部やっぱり無理ですよね、この時期になって。みんなそれぞれ支部長とか活動して、調整とか下ろすっていうのは大変な作業ですから、これは簡単にはできないと思うけれども、でも本当に自民関数割を目指していく、とりあえず今回っていうのはもともと政治とお金で裏金問題がこうなってきてるわけだから、そこは野党対野党と与党一本化で勝負をかけていくというのは僕は筋通ってると思いますけどね。ただここは馬場代表と藤田幹事長の最後入りました。